ただいま、インターネットで、講演を聞いてくださった浜野様から、感想質問あります。ベーシックインカムが同省義務であるように、私自身もエッセンシャルワーク以外の完全 AI ロボット化を推進し、 BI を実現することで本来の BI の目的である労働からの解放を実現するという独自の BI 構想を持っています。講義でおっしゃられていた再困窮者への基礎的公共サービスを保障することで、私なりの BI 構想に実現可能性はあるでしょうか。ご意見を頂戴できれば光栄です、ということなんですが、竹信先生でしょうか。すいません。今の質問っていうのは、つまり、ロボットとかそういうことで良くないお仕事を、良くないお仕事をですね、ロボットにやらせるっていう、そういうことですかね。そういう意味、もし、そういうふうにして最低保障をあと作れば、なんとかいけるんじゃないかって、そういうことですかね。違いはまい、す？ごそうめんいうなさこい。とです違と、う？ご本人から返事が来ております。そういうこと。そうなんですね。はい。それは、どこまでできるのかですよね。ロボットってそんな万能じゃないでしょう。っていうのに、私はそう思ってる。私、ロボットの詳しくないんで、違ってたらごめんなさいなんですけど、実際、労働現場見てて、ロボットができることってね、そんなにたくさん、今のところ少なくとも、鉄腕アトムみたいな出てくればまた別だと思うので、それはちょっと全部自分で判断できて全部できちゃうっていう、そういうロボットですよね。それ次第ですと思いますが、今の段階ではそういかない、少なくともね。だって言ってみたら、おまんじゅう、昔、もう5年か6年前かな。おまんじゅう工場でずっと、不良品おまんじゅうをペッペッて弾いてる単純労働をし続けていて、本当に嫌になったっていう、すごい労働だなと思うけど、そういう人たちがいて、それは、安いということも一つあるし、おそらくロボットはまだ当時そこまで行ってないんだと思うんですね。見てこうやって弾くっていうこと。でも仕事は単純にこうやって見てて弾くわけですよね。だからそのことで解決するのかっていうと、私はちょっと疑問はありますね。まあ、技術の進歩の問題もあるけども、で、その前に、そういう人たちの賃金をガーッと上げないと、ロボットに移行しないと思います。だって、費用対効果でロボットが安いってならないといけないもんですから、人間安きゃ人間使いますよね。今、人間安すぎるから、そうひどい目に遭ってるわけですよね。本当に人間安いので、日本って。ですから、それだけではちょっと難しいんじゃないかな。他にいろんなことしないと、と思います。だから私ね、労働運動はね、それほどもうひどいっていうのは分かるんですけど、いい労働運動もいくつか知ってるので、それが今、バンバン潰されそうになってるっていうのが事実ですけど、そういうので見ていくと、やっぱり何かが必要ですよね。ネットワーキングかもしれない、それは。労組織というよりは。何かがそう、人間の力がないと難しいと思いますけどね。はい、すいません、長くなりまして、失礼しました。はい、浜野さんから貴重なご意見ありがとうございましたとご返事が来ました。また続きましては、医療制度研究会の本田博様より質問が来ております。産業革命などでも仕事が減っても新たな仕事が出てきたのが歴史です。AI が普及しても新たな仕事が出現する可能性があるのではないでしょうか、という、質問、ご意見ですが、こちらについては、私がそれ。はい、伊藤先生、伊藤さん、お願いします。私もすごい労働するという人生というか、10代の時から、まあ、いろんな仕事を自分自身体験してきたんですけど、まあ、今やってる訪問介護の仕事は低賃金なんですけど、やっぱりなんて言ったら人間らしいっていうか、今もその人間らしさも失われて、
あのなので裁判で抵抗してるんですけども、やっぱり今の半世紀前の仕事と比べると、本当にこの仕事って人間にとって必要っていう、例えばですね、携帯電話今度 5G とかなってモデルチェンジしてると、パソコンがしょっちゅう年がら年中互換性を変えて、もうなんか自動的にパソコン買い替えなきゃ、まだ使えるのに買い替えなきゃいけなくなったとかですね、それに新たな仕事の創出っていうところが本当に必要だから、社会的有用かどうかっていう、それやっぱり地球環境が完全に今壊れてきたとか、生命体、人間だけじゃないわけですよね、地球に住んでるっていうのは、そこも壊れてきたっていう状況の中で、やっぱり社会的有用労働って何かっていうのを、生きていくためには働くことが必要っていうことで、何でもいいんだっていうんじゃない、岐路に今人間は立たされてるんじゃないんですかっていうのを私は言いたいんですね。だからコロナ禍で最後までなんての私もそうですが、濃厚接触してに働かざるを得ないっていう人たちっていうのは、やっぱりある程度人間にとって必要、ケア労働っていうのは本当基本だと思うんですけど、やっぱりそこが押しなべて価値が低い。あと先ほど竹信さんの話でベーシックサービスっていう公共サービスもすごく必要なことをやっているのに、もうケースワーカーなんか全然足りてないわけですよね。だから、私も市役所に電話しても、田舎であっても、ケースワーカーと連絡取るのがすごく大変、いつもいつもどっかに出かけていてですね。そういう、やっぱりベーシックな公共サービスをどんどん削ってきたっていう、だから公務員を削減してきたっていうのも、もう一つ、何でも民間に委託すればいいんだっていうんじゃなくて、やっぱり人にとって必要なサービスの労働をどうするか、まあ、保健所とかね、今だったら PCR がすぐ受けられないとかなんとかって、そういう必要なところがみんな削られてきてるっていう、だからそこの何を残していくかっていうこともやっぱり考えていかなければいけない時期に来てるんじゃないんですかということを私は考えます、思ってます。質問に答えられたでしょ。はい、ありがとうございました。他会場で質問のある方、どなたかおられますか。あ、ごめん。ちょっとこの質問。あ、どうぞ。質問になるのかどうかわからないんですけども、なんか今やっぱり日本の状況は、すいません、日本ベーシックインカム学会の国際担当理事をしております、岡野氏と言います。だからその国際担当理事って何でかっていうと、ベーシックインカム世界ネットワークっていう世界組織がありまして、そこの会議に何とか出てくる中で、私なりの、やっぱ UBI と言われているものにすごく賛同してて、日本でもということでやってるんですけども、その日本ではベーシックインカム是か非か、イエスかノーかの今論争になってると思うんですけど、やっぱ世界ネットワークではそうではなくて、竹信さんがすごく危惧されてるのもすごくよくわかる。でそれはその世界ネットワークでもそのことはすごく強く言われてて、そして島崎さんがその生存権の問題である、デモクラシーの問題であるということを先ほどもおっしゃってたと思うんですけども、やっぱそこがすごく日本のこのベーシックインカムの話をするときには欠けてるっていうのは私もすごく感じてまして、じゃあどうしたらいいのかっていうときに、そのイエスかノーか論争ではなくて、じゃあ どんなベーシックインカムがいいのかっていうところに進んでいけたらいいのではないかなと思ってまして、そうすると伊藤さんやその竹野部さんやら、そういう現場のいわゆるアカデミック部門だけじゃなくて、その現場とこう輪になって、どんなベーシックインカムがいいのかっていうことを、でそれをもって何らかの形で実験に入るっていう
ができたらいいのになと私はずっと思ってるんですけども、実際今スコットランドでも 2,3 年の給付実験に入ろうとしてるんですけど、そのために2年間どんなのがいいだろうかって研究して、で、その研究の結果こんなのはどうだろうかと言って、その今スコットランド政府議会にかけてる、まあ、スコットランド政府のお金を出してるっていう事情なんかも日本とは全然違うんですけども、まあ、要するにそういうこう横のリンクを作って、どんなベーシックインカムがいいんだろうかみたいなものをこう そっちに入っていくっていうことについてどう思われますでしょうか。じゃあお二人にこれはお聞きした方がいいと。じゃあまず高野先生から。はい、何そう、ごめんなさい、実験をした方がいいかどうかって、はい、いきなりだから、どんな問題があって、そうですよね、はい、今回それやったに等しいわけですよね、言ってみたらね。そうじゃなくて、ただ、要するに、なんて言ったらいい、まあ、その今年は抜け穴はいっぱいありましたけど、とりあえず全員というところでは、まあ、近いというだけであって、まだ実験にまでもいかないと思うんですね。うん、本当の実験ですね。実験だと言った実験。本当の実験給付をやっぱり、はい。なるほど、ごめんなさい。はい。だから、試験給付とかいうのをちゃんとやるためには、あまりにもたくさんの前提が必要だと思うんですよね。だからやるなって言ってる意味では全くないです。ただ、なんていうかな、そうですね、そういうのは強力に進めることがもし仮にできれば、変な BI 飛んでいくってことはできるかもしれないですね。ただ今はもうそれよりも変な BI の実験みたいなのが実験というか、実験どころかもう導入っていうのような形がどうも危なくなってきて、今そうですよね。だからその先ほど、山中さんがいいベーシックインカムがあるって言ってましたけど、やっぱりそこをごちゃごちゃにしないそのためには、実験というのをなんかそういうもしいい自治体が仮にあればちょっといい自治体でいい BI をやってみて、これこそが本当にベーシックインカムの真髄なのだっていうふうにプレゼンテーションができたりすると、そんな BI はまずなんかこうブラック BI だみたいな、ホワイト BI、ブラック BI っていうか、そういう言い方ができて皆さんがもっと理解しやすくなるかもわかりませんけどね。はい。ためにはやっぱりその分断じゃなくて、やっぱりそう同じようなものを目指して、うん、人たちでこうなんかこう。そうですね。まあ今できればそういうなんかそういうワードとかね、あれから。そうですね。だから維新はブラック BI の実験団体なんですよね、今実際見てると。だから、どっかの自治体でホワイト、BI の実践議員というか実践議会を作って誕生させて、維新型のブラック BI とペケペケ氏のホワイト BI を対峙させて、ホワイトビアを勝たせるとかそういうようなことをしていくと見えやすいっていうのはそうかもしれないですね。はい、おっしゃるように、うん、はい、はい、それが、まあ、私たちはどうにもなさないでも放送がないとね、やらないから人間で、イメージがないとやらないですからね。だけどそういう問題点がよく見えてらっしゃる竹野君さんとかもそういうのに加わっていただいて、まあ、その現場にいらっしゃる伊藤さんはどうかですかね、知りたいですね。私も竹野さんが言ってた今度のほら生活給付金が土壌の人たちにもらわれてないとか、やっぱ世帯単位にしたり、その住民票がなきゃダメだとか、結局その周辺って言われてる中でも落ちこぼれるっていう、まあ、実は私弟と認知症の母2人ともこの10万円給付ケースワーカーを拒否しているもんだから、その取れないっていう事態があってですね、私は遠隔からというか市役所に直接電話して代理人申請できないかということで、2人の分をギリギリ8月24日締め切り のちょっと間際ぐらいに私が代理人申請っていう形で2人の分を何とか取れたって、弟にいくらメールしても何しても
そもそも家から出られないっていうそういう状況だったので、まあ、そのこれはまあ本当に竹野本さんのおっしゃる通り不十分というか落ちこぼれるというかこのやり方だけでは救われない人がいたというのも私も認識我慢で思って認識してるんですけど、まあ、先ほど会場の人から言われたように、まあ、二者択一でどっちが正しいか論争っていうのはやっぱりそのああいう維新だとか右翼の人たちの方法とかそういうことをしてるとや、まあ、誰も救われない、まあ、そもそも政権交代しなきゃできないだろうなってこともいっぱい出てくる中でどうやってそのなんていうの合意今の政府もみんながツイッターデモとかあって最終的には世帯単位っていうのに絶対こだわって解けなかったわけですけどそれでもまあちょっと動いたっていう実感は私は持っていてそこをじゃあいわゆる運動してる人たちだけでもないところでそういう維新から維新に惹かれちゃうような人たちも含めてどういう議論ができるのかっていうことをすごく考えてますっていうのはやっぱりですね力のある人たちがこうだってやっていくとですねでもそんなこと言ったってっていう声がやっぱり上げづらくなってるっていうのも社会運動の中ですごくみんながみんな国家に行けるわけじゃなくてむしろ行けない人たちの方が多くてですねでもちろんその毎日ですね自分の自己規制的に動いてる人たちのことを非難したり上げ足取るつもりはないんですけどもやっぱりその何て言ったらいいんですかねもう少しこうどっちが正しいか論争じゃなくて先ほどの竹野部さんの話で言うと私もベーシックサービス公共サービスのところがすごく公務労働だったものが全部削られてきたっていうそこのところも本当に小さな政府論っていうところが正しかったのかっていう根源に至るところの議論も必要だと思うんですね。だからちょっとそこら辺私も私はもう本当にやっぱりもう何度も言いますけど学者じゃないのでしかしその議論っていうのがアカデミックな世界だとかやっぱりすごくこう何て言ったらいいんですかね、もうちょっとこうなんていうの国民を巻き込むっていうか人々本当に生活困窮してる人たちが自由に意見を言えるというかやっぱりね支援されてるっていう支援されてるってきついんですよ。なぜきついかって私も感じることあるんですけどやっぱりその支援されてるから意見言いづらいっていうのもあるんですね。だからそこのそれは私労働組合やってた時にすごく支援されてるから意見が言いづらいから我慢していてで自分の問題が解決されると労働組合去っていくっていうそこどうしてっていうのを考えたことあるんですけどやっぱり支援されてる苦しさっていうところをどういうふうに使用できるかっていうこともさっきのベーシックサービスとベーシックインカムも一緒に考えると同時にやっぱり世間をね何とか交代させるっていうのはそれぐらい野党の一部とかそういう話ではなくてもっと大きい視点で分かりやすい別に理論を必要じゃないとか大衆迎合しろってことじゃなくて本当にこうみんなに通用する言葉でどういうふうに対話していくのかっていうかそういうことが運動の柱にならないとその先ほどの置いてきぼりにしたされた路上の人たちは自分たちですごくもう総務省の前で座り込みやったりしてましたよね。だからそういう人たちがどういうふうに自分の問題を自分でできるっていう人たちをどう作っていくかっていうのはやっぱり私の中ですごく大きな課題なんですね。まあそういうことを言ってて本当に私も何もできないんでくたばっちゃうかもしれないんですけどそこはやっぱり自分の原則としてもう変えたくないっていうかそれ以外にどんなに困窮していても、早道っていうか急げば回るって言葉ありますけどそんなに簡単にここまで壊された日本が変わるというふうには思ってないです。なんか回答とずれちゃったかもしれない。
インカム業界で有名なあの実験が行われたんですけど、それはそのインドのベーシックインカム、その世界ネットワークの中心になっている人、そのベーシックインカムの人たちと、あの女性の、個人セルフエンプロイ、個人事業主っていうんですかね、女性の個人事業主の、あのユニオンですね、と組んで、その、組んで、やったっていうのがあったので、先ほど、だからその、伊藤さんのお話をする私の中で、あ、インドはそうだったな、みたいなことをちょっと今、思いました。ああ、インドの女性労働、インドは女性労働組合なんですよ。その自営協会っていうのは労働組合と共同組合と、あの要するになんだ、あの要するに雇用関係ではない、あのいわゆる、周辺的な労働ですよね。自営業的なっていうか露天商とかね、これまあ竹信さんも知ってると思うんですけど、どうしたか、インドは最下層、最高層の人たちがどうやったら立ち上がれるかっていう、イランバットさんというその哲学の大学の先生が、最下層の人たちをまず椅子に座らせる、あなたは床を磨いてるだけではなくて椅子に座っていいんですよっていう教育から始め、あのその後に自分たちの労働現場を自分でビデオに撮ってきなさいって、ビデオの撮り方を教え、あとは露天商の人たちに物を作るっていう仕方を教えっていう、その時にまあグラミー銀行がすごい力っていうか、その、お金を稼ぐっていうやり方まで教えて、その今100万人の、巨大組織で、 ILO にも自動労働の条例を作るくらい大きな組織になってるんですね。実は私もですね、そのインドっていうのはすごい貧困地帯みたいな形で、もうずいぶん前から知ってるんですけど、彼女たちのやり方は日本には適応できないよなみたいな、日本はあの経済大国だしっていうふうにずっと思ってたんですよ。で、1999年にそのインド女性労組の人と一緒の宿で一緒の部屋で泊まったこともあるんですけど、でもなんか今なんかインドの人たちが最下層の人たちとどうやってエンパワーメントしていくかってことをやってきた歴史のところに、なんか日本も来ちゃったなっていう、だから半世紀以上遅れてるかもしれないんですけど、まあある意味で先ほどの日本が一億総障害者化したっていう、みんなが困難を抱えていくっていう格差社会から、その貧困層の気持ちとか、その不自由さというところに気づかざるを得ない中間層が。だからそこで、まあ、そのインドの女性労組から学ぶということは、今一番必要かもしれないです。本当に、インドの世話は、あのテレビ局まで持ってるんですね。だから、あのとても、あのそう、ベーシックインカムをどうやっていくかっていう、その中心になっていることも知ってますし、あのこれからどういう連帯を作っていくかっていうことで、あのインドの例っていうのは参考になるかもしれない。はい、あの伊藤先生、竹根先生、どうも今日はありがとうございました。あの最後に井上先生から今日 の簡単な補足まとめと、11月7日の、関数統研究会のですが、あのその辺のあたりちょっとご紹介をお願い、よろしくお願いいたします。はい、皆さんですね、皆さん今日はですね、コロナ禍でいろいろと大変な中お越しいただきましてですね、どうもありがとうございます。あとあのオンラインの、方々もですね、どうもありがとうございます。
それから、登壇された方々ですね、非常に、ためになるですね、お話聞かせていただきました。それから、まあ、今日の開催のためにですね、尽力してくださった理事の方々、それからスタッフの方々も本当にありがとうございます。私は、まあ、駒澤大学の井上というものなんですけども、まあ、実はこの学会の副会長をやってるんですが、ちょっと何もやってなかったんですね。締めの挨拶ぐらいちゃんとやろうかなと思ってるんですけども、まあ、今日お聞きしたお話でですね、まず山中さんのご提案とですね、それから竹信先生のご警告もごもっともだなというふうに思いました。でそれ以外の方々のご発表でですね、なんか2つ軸があるように思いまして、まあ、1つはですね、諸星さん、白崎さん、伊藤さんに共通するところなんですが、まあ、ケア労働をですね、原点に考えるということだと思いました。それから2つ目の軸がですね、ちょっと人はダブってるんですが、諸星さん、小野先生、白崎さんに、まあ、共通する部分でですね、財源の問題ということなんですが、まあ、そのベーシックインカムを、まあ、実施するにあたってですね、まあ、増税すべきなのか、赤字国債を発行すべきなのか、あるいはお金を吸って、給付すべきなのかといったようなですね、まあ、選択肢がある中でですね、まあ、どういった、まあ、その財源論を、まあ、展開していけばいいのかというのも、まあ、非常に重要な問題かというふうに思っています。それで宣伝なんですが、11月7日土曜日午後なんですが、この学会のですね、関東地区第2回研究会が開かれます。でこのチラシがですね、後ろの方にありますので、ご興味のある方はですね、こちらの方もらっていってください。それで戸口さんかな、戸口さんというですね、沖縄ベーシックインカム活動家の方がですね、お金を無限に発行できるというテーマでお話します。それから私井上がですね、ベーシックインカムと MMT というテーマでお話しします。まあ、最近かなり MMT もですね、脚光を浴びていますけども、で MMT を支持する人はベーシックインカムに基本的に反対の人が多いんですけども、私自身はその MMT をベースにですね、ベーシックインカムの財源問題っていうのをですね、論じられないかということを、まあ結構いろんなところでお話ししていてですね、で MMT の人から結構叩かれたりしてるんですけども、まあ、重要な、お話だと思っています。で、そんな、講演があって、でそれにプラスしてですね、まあ、そちらに、おられるですね、増山さん、映画監督の方がですね、就職氷河期世代の、問題についてですね、講演していただけるということですね。まあ、私もロスジェネ世代なんでですね、まあ、非常にそのロスジェネ世代がまあ未だにですね、いいその会社とかでもポジションにつけていないとかですね、ずっとお給料が低いままといったようなですね、でもちろんずっとその非正規雇用に置かれてですね、苦しい生活している人もいっぱいいるということで、まあ、非常に大きな問題だと思っていますので、まあ、そういったことについてもですね、お話が聞けるということでですね、11月7日に、まあ、そういう研究会が開かれますので、ぜひご興味のある方はご参加ください。はい、というわけで今日はですね、ちょっとコロナの問題もあってですね、公式にはちょっと懇親会ができないという状況なので、このですね、学会の、行事は、まあ、これで終わりになります。皆様ですね、お気をつけてお帰りください。はい、はい、どうもありがとうございました。来年の学会大会は関西地区でして、まあ9月が国際ベーシックインカムウィークみたいになりますので、まあ、来年も今ぐらいの時期か、あるいは10月ぐらいか、まあ、その辺ぐらいちょっと検討してますので、今後とも日本ベーシックインカム学会よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。はい、会員になり方を言ったらいいんじゃないですか。じゃあ私が言います。
日本ベーシックインカム学会では1年間1万円の券の形で会員を募集しております。樋口代表にメールを送っていただき、代表メールに送っていただき、ぜひ皆様も会員になってください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あと最後出ました就職氷河期も集まろうということで、10月24日は特に女性たちが集まって、就職氷河期以外でも女性たちが集まって、コロナ後を考えていこうという、食堂と相談会を開催します。飯田橋ワイルドピッチというところで午後5時から開催です。本日の、チラシが、入っていると思うんですけれども、ぜひお越しになっていただいた女性たちも参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、では全国で配信に参加してくださった皆様も改めてありがとうございます。ありがとうございました。